聖書を拝読します。出エジプト記20章13節です。殺してはならない。アーメン金の光聖火隊と臨士オーケストラが賛美を捧げた後、ジョン・ゴヤン・ボクが第6回2回目のメッセージを伝えます。アーメン金の光聖火隊の賛美と演奏ありがとうございました。今日は。 殺してはならならいいという戒めちょっと恐ろしい戒めかもしれませんが10回の第6回の戒めが持っている意味について前回説明して続けて今日説明いたしましょう。普通「殺してはならない」ということ言葉を見ると「人を殺してはならない」。 暗いと思ううかももししれまませせんんが必ずしもそうではありません肉的な命に関しても人の命を悪意を持って謝めることもあるしそうではなくて誤って人を死なせることもあるし戦争の時やそして特別な時正当防衛になる場合もあります。 それで神様は人を殺してそれが死刑にあたるそのような悪意を持って人を殺した場合は厳しく処罰を受けるように戒めをくださいましたそして誤って人を死なせたとしても人の命を奪ったことになるから。 その人は逃れの町に逃げていくことはできませんができますがしかし贖がない金を受け取,取ることはできないとこのように戒めをくださいましたそれで肉的な殺人には3つがありますがまずは人の命を殺やめることそして次は自分が自分で自分の命を絶つこと自殺のことで次は打体のことです それで前回は人の命を奪うことについて説明しましたそして自殺について説明していて今日続いて説明しましょう。私たちは普通 の他の人の命はやめることはいけないのですが自分の命だから自分で立つことは悪くないのでないかと思うかもしれませんがそうではありません命というものは自分が主人ではありません精神についての支配権を持っている主権を持っている方私たちに命をくださった方は神様ですですから私たちが自分勝手に自分の命を立つことは神様の御心の にからっていいるととうことですそれで自殺することはこの地上での肉の親にも親不幸をすることだし私たちに肉の肉的な命の種と霊的な命の種をくださった父なる神様にも親不幸をすることになりますので自殺してはならないのですそしてもう一つ覚えておくべきことは自分で自分の命を絶つ と思うかもしれませんがその背後には敵である悪魔サタンが操っているということです私たちが生きていると何かによって落胆したり苦しめることもありますがそのようにがっかりして気を落としている人を に否定的で絶望的でまた憂鬱な思いを吹き込む存在がありますそれが敵である悪魔サタンなのですサタンが与える思いにとらわれてしまえば極端的な方法つまり自殺を選んでしまいます それで普通自殺する人は考えるかもしれませんあまりにも辛いから苦しいから自分の命を絶てばこの苦しい世から解放されるだろう自由になるだろうと思いますがそうではありませんこの地上ではの生きることが全部ではなくて後の世があります自殺した人はこの第6回の戒めを犯したことも ありまた神様の主権を自分勝手に使ってしまったことになるからこれは許されない罪なのです。自分では苦しいからこの世を去ると思って自殺しますがその後の死後の世界がもっと苦しい刑罰があります。自殺するということは神様を信じないことです。生死腹を 司る神様を認めないことでまた自分で自分の命を絶つ殺人罪まであるのでこれは神様の前で大きい罪です自殺で全てが終わるのではないのでこれを私たちはよく覚えておかなければなりませんそして韓国は自殺率がとても高いのです OECD 国家の中で10年以上1位なんですけれども 自殺して問題が解決されれば良いのですがそうではないということです。詳しい内容は同会長先生の「地獄」のメッセージを参考にしてください。そして聖書を読むと自殺した人が多くはありませんがイスラエルのサウル王そしてイスカリオテユダが 自殺した人として書かれています今日私たちが調べてみる人物は旧約のダビデの義官だったアヒトフェルという人ですこの人も自殺しましたがこれについて考えてみましょうあれこれの理由があってダビデの息子 のアブシャルムが作戦を立てて素早かにあの謀反を起こしました。それで自分の父上に反乱を起こしてしまって、ラビデ王はアブシャルムが前から準備して、秀密にクー,デクーデターを起こしてしまったので、ラビデ王は逃げていくようになりました。この過程でアブシャルムは その自分の父上のダビデの議官だったアヒトベルを自分の味方にしました。2> 第2サムエル15の12です。アブシャルムは生贄を捧げている間に人をやってダビデの議官をしているキロ人アヒトベルを彼らの町キロから呼び寄せた。その無反はレジオク・アブシ アブシャルムに組みする民が多くなったとあります。アヒトフィールという,という人はとても素晴らしい。 戦略家だったのですしかしダビデの議官だったのになぜその息子のアブシャルムの謀反に加担していたのでしょうか聖書には正確にその理由について書かれているのではありませんがなぜアヒトベルがダビデを裏切ったのかについて正確にはないのですがいろんな状況を調べてみれば分かります。皆さんハシェテバという 女性を知っていいると思いますウリアの妻だったバテシェバをダビデが自分の妻にしましたがこのバテシェバの祖父がアヒトベルでしたウリアを戦争に行かせて死なせたのですねでこのアヒトベルは自分の,の孫娘の向こうがこのように戦争に行って 死んでしまったのでタビデについてうんうみを持っていたかもしれません許していなかったかもしれませんそれでアブシャルムがクーデターを起こしたら普段から食ビデは許していなかった自分の私的な感情によって結局はアブシャルムの 武本にししてましまいました自分が使っている王を裏切ってしまうことは悪いことですけれどもこのアヒトベルは結局は裏切ってしまったのですそしてヘブロンで謀反を起こしてエルサレムに迫ってきましたタビデ王はエルサレムから逃げていきました聖書を読んでみればタビデ王は 泣きながら登登りり頭を覆い裸足で登ったとありますダビデ王はとても惨めな姿になって逃げていきましたがアブシャロムはルサエルサレムに入るようになりました自分の父親が逃げていたそのエルサレムを攻めて自分のものにしましたそしてアヒトベルにこれからどうしようかと意見を聞いたらアヒトベルは 1>, 1番目の計り事を提示します。第2サムエル16の20から23にあります。それでアブシャルムはアヒトベルに行った。意見を述べなさい。アヒトベルはアブシャルムに行った。父上が王宮,父上が王宮の留守番に残したそばめたちのところにお入りください。全イスラエルがあなたは父上に憎まれるようなことをされたと聞くなら。 あなたに組みするものはみな勇気を出すでしょう私たちの常識ではどうしてこんなことがあるのかと思うかもしれませんが古代の均等ではこのようなことがよくありましたクーデターによって政権を取った王はその以前の王のそば目たちを犯して自分が新しい王になったことを 確認するそのような手続きがありましたそして自分がこれからは新しく権力を握ったそして敵と仲間を確かに区分するようにして自分の地位をもっと強くするこのようなものでしたアブシャルムはイスラエル人でしょう。 それでイスラエルには立法があります。自分の父の妻と寝ることは神様がその人は必ず殺されなければならないと言われました。レビキ20の11に書いてあります。人がもし父の妻と寝るなら父を恥ずかしめたのである。二人は必ず殺されなければならないと。確かに立法があるのにアブシャルムはアヒトベルに。 助言を得て実際その悪いことを行ってしまいましたそれで全イスラエルの目の前で父のそばめたちのところに入ったとありますそれが第2サムエル16の22にありますありえないことを知ってしまったのですそうして 一段落してダブデ・ダビデオは追い出されてアブシャルムは王になって自分の思うままになったと雰囲気はそのようになっていましたそれでアブシャルムがこれからは勝利していくと思っていましたそこでアヒトフェルは2番目の計略をアブシャル,ブルムに提示しますアヒトフェルは その当時彼が進言する助言は人が神の言葉をうかがっている言葉のようであったと聖書にあります本当に素晴らしい戦略家だったのです。 第2サムエル17章1から4を読んでみればとても完璧な助言をしています。アイトウェルはさらにアブシャロムに行った私に1万2,000人を選ばせてください。私は今夜ダビデの後を追って出発し。 今夜です明日まで待つこともなく今夜旅での後を追って出発しつまり王様はここに待っていてください私が行ってきますと言っています次二節彼を襲いますダビデは疲れて気力を失っているでしょう 私が彼を恐れ,恐れさせれば彼と一緒にいる全ての民は逃げましょう私は王だけを打ち殺しますこのように素晴らしい計り事を提示しています旅で王だけ殺せば民は全部抱え,抱えてこれから自分の民にすればいいとこのように言っていましただから今夜私に1万2000人の 兵士をくださいいとこのように言っていましたもしこれが受け入れられたならタビデ王は殺されたかもしれません。そしてタビデ王と一緒にいた民はみんなアブシャロムの民になってしまったかもしれません。このアヒトベルは一番目の自分の助言を王が受けてくれたから二番目の助言も受けてくれるだろうと思いました。しかしか 第2サムエル17の古説を読んでみればこうあります。しかしアブシャルムは言ったアルキ人フシャイを呼び出し彼の言うことも聞いてみよう。ここでフシャイという人物が登場しますが。 彼はどんな人でしょうかダビデはそのエルサレムから逃げていく時どうなったでしょうか先ほども言いました,か言いましたがオリブ山の坂を登る時泣きながら頭を覆い裸足で登っていきましたまた彼と一緒にいた民も皆頭を覆い泣きながら登りましたその時ある人が アヒトベルがアブシャロムの謀反に加担しているという知らせを告げました素晴らしい戦略家であるアヒトベルがアブシャロムの味方になってしまいましたそれでダビデは一瞬ちょっと気を落としましたが神様の前に祈りました何と祈ったでしょうか 主よどうかアイトウエルの助言を愚かなものにしてくださいと神様にお願いをしたのです。神様が働いてくださらなければアイトウエルの助言をどうすることもできないとダビデは知っていたのです。そして神様はこの祈りを聞いてくださったかのようにちょうどその時フシャイという人物が現れました。フシャイはダビデの長年の 友でしたそしてもう一人の議官だったのです。フシャイはダビデを裏切らないで一緒に逃亡に行こうとついてきました。しかしダビデはフシャイには言いました。あなたは私と一緒に行,けは行ってはいけない。町に帰っていきなさいと。アヒトベルが今王のそばにいるから。そののアヒトベルの助言を を打ち壊さなななければならないとこのようにダビデはフシャイをそのアブシャルムのそばに行かせて味方のように偽装してアイトウェルの助言を打ち壊すようにしたのですこのフシャイというダビデの友をスパイとして町にやりました。 それでダビデにそう言われてこのフシャイがイルサレムに戻ってきた時アブシャロムとアヒトベルトそしてアブシャロムに着いた人々がイルサレムに着きましたそこであったり会ってそれであれこれのことがあって結局はアブシャロムがこのフシャイを受け入れるようになりました。 それでフシ,ャイはあのフシャイは旅での友だったしまた義官だったのですがなぜ自分の味方になったのかと思って彼の助言も聞きたいと思ったのです。それでアヒトベルが助言を提示しましたがフシャイにも彼の言うことがどうなのか聞いてみようとこのように言ったのです。 第2サムエル17の6節フシャイがアブシャルムのところに来ると、アブシャルムは彼に次のように言った。 アヒトベルはこのように言ったが我々は彼の言葉に従って良いものだろうかもしいけないならばあなたの意見を述べてみなさいとアヒトベルがどのような助言をしたのかこれを伝えてあなたの考えはどうなのか意見を述べてみなさいとこのように聞きましたブシャイも戦略家だったのでアヒトベルの助言通りになればダビデ王は 滅ぼされるしかないと思って 驚いたのですがそれは顔には出さないで次のように言いました7節するとフシャイはアブシャルムに言ったこのこのびアヒトベルの立てたはりごとはよくありませんつまりアヒトベルの助言は正しくないと言っていましたなぜそうなのか一つ一つ説明しています8節フシャイはさらに言ったあなたは父上とその部下が戦士である しかも彼らはのでこう奪われたメぐまのように気が荒くなっています。あなたはダビデとその家来たちが勇士であることを知っているのでないでしょうか。 平凡な人ではありませんそして今追い出されたからとても腹を立てていますと説明しているのですまたあなたの父親は戦いに慣れた方ですから戦争今まで戦いをたくさんしてきたからとこのように説明しているのです 民と一緒に世を過ごさないでしょうと言っています。ダビデだけを殺すことはできませんと。ダビデは戦いに慣れた人だから、民と一緒に世を過ごさないで、ほらかどこかそんなところに隠れているでしょうと。だから見つけるのは難しいのです。もし今夜 機襲攻撃したとしてももしあなたの兵士が何人か殺されたなら士気が劣ってしまうでしょう戦争では士気の問題がとても大事ですが士気が劣ってしまえば。 これからが心配ですとこのように助言をしましたそしてダビデオがどれほど有志でありまた戦いに慣れた人なのか説明していますなぜアヒトベルの助言が良くないのか説明しているのです ウシャイはアブシャルムの方でダビデが勝利するように今妨げているのです。だからアヒトベルの助言計りごとはよくないとこのように。 他の戦略を立てました次注意説このように説明しています私の計りとはこうです全イスラエルをダンからベールシェバに至るまで海辺の砂のように数多くあなたのところに集めてあなた自身が戦いに出られることですつまりイスラエルの全国からの兵士たちを集めようということです一番南のダンからベールシェバに ば北まで全イスラエル人を集めようと言っているのです。これは一日でできるものではありませんね。何日もかかります。ですから、旅のために時間を作ってあげているのです。そして このように説明していますアイトフェ,ェルは自分が1万2,000人を引いていきますと戦いに行きますとこのように行きました言いましたしかしフシャイはそうではなくて王にあなた自身が戦いに出られることですと王が戦いに行くようにしています。 数多くの民を率いて王が王様らしくかっこよく戦いに出ると言っているのです。中二節「我々は彼を見つけしたいその場で彼を攻め中が地面に降りるように彼を襲い彼や共にいる全ての兵士たちを一人も生か,さ生かしておかないのですと」とこのようにそう攻撃をして。 全滅しまさせましょうとこののに言っているのですウシャイは王様アプシャロムあなたの味方にならなかった民たちもみんな殺してしましょうとこのように言っているのです。完全にアイトベルトは反対の作戦を立てています。もし彼らがさらにどこかの町に入るなら、 全イスラエルでその町に綱をかけ、その町を川まで引きずっていて、そこに一つの石ころを残らないようにしましょうと言っているのです。ここのように助言ををししましたたれを聞いた アブシャロムの立場ではどうでしょうか今自分が王になったから王様としてのその気分を感じたいのです。ですから政治的な戦略よりは自分の私的な感情、王としての高ぶったその気分を感じたいというのを不斜が今、触っているのです。どころでアブシャロムが このように自分の高ぶりと王らしく格好をつけたいという心がなかったなら本当に冷静に考えることができたなら。 誰の助言を選んだでしょうかアイ,トベルのボあのアイトベルの助言だったのですしかし不思議なことに14節を見ればアブシャルムとイスラエルの民は見ないったアルキジンフシャイの計りごとはアヒトベルの計りごとよりも良いつまりアブシャルムとそして周りの家来たちもフシャイの計りごとを選んだのですこれは 様相もできなかったことでした。ここで聖書は説明をつけています。これは主がアブシャルムに災いをもたらそうとして主がアヒトベルの優れた計りごとを打ち壊そうと決めておられたからであるとあります。どなたがこの戦いに介入しておられるのでしょうか主です。 神様がこのように介入しておられます。第2サムエル17の中4ですこれはアブシャルムが王になって王らしくかっこつけたいそして自分に辛い思いをさせた人に復讐したい。 というこの悪があったから冷静に今の状況を判断することができなかったのです。それで不斜の計りごとを選んでしまって周りの人も同調し,してしまったのです。ですからアヒトベルの立場ではどうでしょうか彼は戦略家だから自分の 計りごとが選ばれなかったのを見て、アブシャロムがこれからどうなるのか分かりました。あ戦いに行って彼が死ぬことになるんだと。この ーーデターは成功ででききないと予想できましたそれで23節でアイトベルは自分の計り事が行われないのを見てロバンに蔵を置き自分の町の家に帰っていき家を整理して首をくくって死に彼の父の墓に葬,葬られたとあります自殺してしまいましたクーデターが失敗すれば自分がどうなるかよく知っているから を選んでで自殺してしてまったのです私たちはこのアイトベルがなぜそのようにダビデの義官だったのにまたダビデに愛されていたはずなのにこのように裏切ってしまったのかという問題その深い根を調べてみれば先ほども説明しましたが自分の無言 自分の孫娘のことでダビデを許すことができなかったことそして自分が復讐しようとするそのような悪があったので私的な感情によって結局はダビデを裏切ってしまいました。息子が自分の父親を裏切って 無反を起こすことは正しくないことなのにこのアイトベルは自分の私的な感情によってその味方になってしまって結局はこのような惨めな 終わりを迎えてししままいました聖書では悪に悪をもって返してはいけないとあります善をもって悪に返すようにとあります自分が自分の敵を敵に復讐する必要はない神様が復讐してくださると聖書にはありますしかし人の子らは自分で何かしようとして結局は自分の命が奪われるこのようなこともあるのです それではアブシャルムはその後どうなったのでしょうか皆さんもよく知っていると思います議官のアイトベルもいなかったし結局はダビデとの戦いで打ちまかされましたそしてその戦いで死にました第にサムエル18-9アブシャルムはダビデの家来たちに出会ったアブシャルムはラバに乗っていたがとあります 森の中でしたでアブシャルムはラバに乗っていたのですがラバが大きなカシの木の茂った枝の下を通った時アブシャルムの頭がカシの木に引っかかって彼は宙づりになった彼が乗っていたラバはそのまま行ったとあります。 皆さんはアブシャルムは聖書にどう表現されているのでか分かると思います。足の裏から頭の頂きまで彼には日の打ちどころがなかったつまり外見は完璧な人でしたその美しさは褒め,さ褒めはやされていましたそして彼の髪の毛は多かったのです。 第2サムエル14の26を読めばこうあります。彼が頭を刈る時毎年年の終わりにはそれが重いので刈っていた。その髪の髪毛を測ると 王のでセケルという単位がどのくらいか皆さんよく分からないかもしれませんがここでセケルとはイスラエルで重さを測る単位でしたこのセケルには普通のセケルまた王室のセケル正常のセケル3つの種類がありましたが王の計りこのセケルは普通のセケルより のの1が重かったのです普通のセケルで測ってみても1セケルは 11.4g だからこのアブシャルムの髪の毛の重さは200セケルだから約 2.3kg です。こんなに重かったのです。毎年頭を飼っていたのです。だから1年間,1年間髪の毛が伸びたのがか 2 3キロもなったのです。普通の人が1年間髪の毛が伸びてそ,れをその重さを測ってみれば平均約5 0 0グラムです。これと比べてみればアブシャルムは普通の人の5倍に髪の毛が重かったしまたよく伸びていたのが分かります。だからこののような髪の毛は イスラエルの社会では力と美しさの象徴でした。そして早く伸びるのはその力が強い、また神秘的な存在として思われました。足の裏から頭の頂きまで日の打ちどころがないくらい美しい人だったのですが、その髪の毛のため彼は結局は殺されてしまいました。その髪の毛が長かったのですね。それでロバに乗っていって、 カシの木の茂った枝の下を通った時彼のその髪の毛が長かったしまた多かったのでカシの木の枝に引っかかってしまいましたそれで宙吊りになっていましたそしてラバはそのまま行ってしまったのですねだから彼はカシの木の真ん中に引っかかっていました これを誰かが見てヨアブに告げたらヨアブはなぜ殺さなかったのかこのように叱りましたしかし部下はラビデ王が自分の息子を殺してはいけないと命じたから殺せませんと言いましたがヨアブは言って彼を殺しました第2サムエル18の14から15ですヨアブはこうして重いとぐじぐじしてはおられないと言って手に3本の槍を取りまたカシの木の真ん中にまだカシの木の真ん中に 引っっかかたたまま生きていたアブシャルムの心臓を突き通したヨアボの道具持ちの1人の若者たちもアブシャルムを取り巻いて彼を撃ち殺した普段自慢だった髪の毛が原因になって結局はアブシャルムはこのようにみつめに殺されてしまいましたですから神様がこれになる時アブシャルムも,もういろんなストーリーがありますがの 今日出てきた内容だけ見ても自分の父親を裏切ったこと、謀反を起こしたこと、また自分の父の妻を犯したこと、これはありえない悪だったから、大きい悪だったから、神様はこのように働い,働いて旅で王の肩を持ってくださったのです。そして前回自殺について説明したら、 自殺した人がみんな悪霊になるのかという質問がありましたが、同会長先生が説明してくださった内容があります。上辺だけ見れば自殺だけど、正確には自殺ではない場合もあると言われました。例えば、戦いで敵軍にある将軍が。 捕まえられた時その敵軍がその将軍の前に剣を置いて自分で名誉自分の命のために自分の命を絶てとこのように言うなら勇敢にあの自分の命を絶つしかないのでないでしょうかこのような場合は自分の意思によるものではありません自分の自らの意思で自分の命を絶ったのではなくて他の人の意思によってこのようになったからこの場合も 自殺に当たらないのですですからあの自分で自分の命を絶った人はまずは下の読みの待機場所に行ってそこで自殺,自殺かそうでないか判断を受けるようになります。本当に自殺かでなければ他殺なのかを判断されてそれで自殺だと判断された人が 悪霊になってこの地上に戻ってきてルシファンによってこの人の頃を苦しめる。 苦しめるるる役割をすすようになるのです自殺というものを自分の命を自分勝手に扱うこれは間違いです。私たちの命は神様のものです。自分のものではありません。また自殺のあと自由になるのではなくて死後の世界があるのです。天国と地獄があるのです。これを信じるなら自殺は絶対してはいけないのです。 同会所先生はのイエス・キリストによって全ては可能ですが絶望しないで神様にすがっていけばできるとこのように説明してくださった時があります。 はい次です。唾体について説明しましょう。つまり妊娠中絶のことです。普通の人が考えて自分の体内の胎児は自分のものだからと思うかもしれませんがこのような場合も自分勝手にしては絶対いけないのです。最近唾体をの合法化するためにいろいろ あの運動したりする人がいますが本当に自分の体児が自分のものなのか考えるべきことです人は体に宿る瞬間から神様に属する生命体でありその命に関する主権は創造主の神様にありますエレミア1の5にこうあります私はあなたを体内に形作る前からあなたを知りあなたが腹から出る前から私はあなたを性別し あなたを国々への預言者と定めていたエルミエにくださった言葉ですがここには体内に形作る前からあなたを知っていたとありますまた支援139の15から16にはこうあります16節あなたの目は大地の私を見られあなたの書物に全てが書き,さ書き記されましたと 私のために作られた日々がしかもその一日もないうちにとあります。体内に形作る前から知っておられ、私の書物に書き記しておかれたのです。だから妊娠5ヶ月前だから、人でないからと思うかもしれませんが、そうでないということです。 また5ヶ月が過ぎるとどうなるのでしょうか私たちは霊的によく知っています命の種というものが与えられるのですエデンの園ではこの命の種が自動的に与えられましたがアダムが罪を犯した後その子孫には肉の命の種生死と卵子は自動的に伝えられますが霊的な命の種は自動的に伝えられなかったのです つまり神様がアダムに吹き込んでくださった命の息を回収したあと痕跡だけ残ったものが霊的な命の種ですがこれは自動的に伝えられないから胎児が6ヶ月になればその時霊にこの命の種を入れて。 胎児に与えてくださるのです私たちは霊肉魂,あ霊魂肉のメッセージを聞きましたけれども道会先生が説明してくださいました胎児が6ヶ月になればすでに各種期間はもちろん身体のほとんどが形成され霊を をを受ける器として準備を終わりますこの時神様は霊と一緒に命の種を霊の中に入れて与えてくださいます。ルカ1の39から44を読んでみれば分かります。ミツカイの頭ガブリエルが乙女マリアに現れて聖霊によって イエス様を見守ることについて告げましたそしてあなたの親戚のザカリアの妻エリサベツも見こもっていると告げましたエリサベツも妊娠ができない体だったのですが神様の特別な恵みによって妊娠して6ヶ月経っていましたそれでマリアはこのザカリアの家に行きましたルカ1の40節 そして、ザカリアの家に行ってエリザベスに挨拶した。エリザベスはパプテスマヨハネを今妊娠しているのです。エリザベスがマリアの挨拶を聞いた時、子が体内で踊り、この子は体内にいる。パプテスマヨハネですね。 子が体内で踊りエリザベツはセ霊に満たされたそして大声を上げていたあなたは女の中の祝福された方あなたの体の身も祝福されています本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入った時私の体内で子供が喜んで踊りましたつまり6ヶ月になった胎,胎児このバポテスマ・ヨハネが乙女マリアが挨拶に来たらその挨拶の言葉を 聞いて声を聞いて、体内で踊りました。つまりイエス様を、イエス様が誰かを飼って、そして喜んでいたのです。それでエリ,エリザベツも聖霊に満たされました。だから、6ヶ月が経った子供を他体するなら、これは大人を殺すことと同じです。ですから 6ヶ月未満の子なら大丈夫なのかと思ってはいけません。先ほども言いましたが、タイ,タイに宿った時からその主権は命の主権は神様にあるのです。創造主の神様にあるのです。だからその命をやめることは、堕退することは殺人罪です。そしてそうしてしまえば、その罪の報いはずっと。 伴います韓国でも堕胎が多くありますがもういろんな事情があると思いますが自分の利益のために堕胎したりまたこれに同調することはとても悪いことで創造主の見業に逆らうことでその代価は必ず払わなければならないのです。 そして妊娠して6ヶ月以上の胎児をもし中絶してしまう時はもっとひどい罪でこのような場合はすでに霊が与えられた状態だからこれは大人を殺すことと同じです。 だから神様の前に大きい罪になっていろんな試練観覧があるのです。このような罪の問題を解決するためには神様の前に魂を砕いて告白して若いの生贄を捧げて自分の罪の壁を壊さなければなりません。そうすると神様を許してくださることもありますが、しかしここで同じだ体だとしても状況によってその罪の重さは違うのです。例えば人を殺した時も悪意を持って意図的に人を殺した時と 誤って人を死なせたことと違うのでないでしょうか。その罪に いろいろ結果は違うのですそれで誤って人を死なせた場合は悪意がない時人を殺したとすれば逃れの町に行くそのようなこともできましたが例えばあの堕退もそうです最近性暴力性暴行によって妊娠した場合ムを得ず堕退をしたならばその罪は相対的に軽いかもしれませんが例えば結婚した夫婦が望まない子を 身ごもって打退してしまう場合はそれほどその罪は重いのです。そしてその罪の壁ができてしまえば敵である悪魔サタンが訴えてそれによってその報いをじって受けなければならないのでこれは必ず食い改めなければならないし若いの権利を捧げて解決しなければならないのです。結論です。神様は人の子らがこの地上で工作を受ける時 私たちに愛の恩恵をくださいました。私たちを配慮してくださったのです。先ほども説明しましたが、私たちにくださった命の種、これを私たちは芽生えさせることは自分ではできません。だから神様は、一人イエス様と精霊を使わせてくださいました。それで十字架によって救いの道を開いてくださって、その救い主、イエス・キリストを信じると、私たちは、 きっと認められ、救われるようになって、そして精霊が私たちの心に来られ、この命の種を芽生えさせてくださり、そしてこの霊が育,てるよう育つように、神様の御言葉を供給してくださるのです。神様の御言葉を受けて、それを消化して行っていけば、霊がすくすく育つことができます。このような環境を神様はすでに作ってくださいました。人間工作といううこ,このように 長い旅路をする時子供たちが神様の前でよく人間工作を受けて神様の妹に帰ってくるようにこのように全てを愛を持って配慮してくださいましたしかしこの神様の御心を知らないまま人の命を奪ってしまったり自分のものだと思って自分の命を自分で絶ってしまったりそして 堆地の命を奪う堕退をしたりすればこれは神様の前で大きい殺人の罪であり敵である悪魔サタンが訴えるようになっていろんな試練観覧がやってきて苦しみを受けるようになります。この地上でこうして終わればいいのですがこれはこの問題が解決されなければ後の世まで結局地獄に行くしかないのでこれは 殺人の罪でありそして6回のこの殺してはならないというこの戒めを違反することになるのです深刻な問題です万民の生徒の皆さんにはそのような方はいないと思いますが世にはあの妊娠中絶をしたり自殺したりすることがたくさんあります韓国は特にそうですねそして最近はあの悪意を持って人を殺したりそして何の 理由もなく人を殺してしまうこともよくありますがこの険しい世の中で私たちはこの戒めをどのように守っていくべきか考えたらいいと思います。 なななる神様感謝いいいいたたしししまます今日は殺しては殺ててらないというめについて学びました私たちの命は神様のものなのにその命を自分勝手に絶ってしまったりまた殺してしまうことをその罪について学びました悪意を持って人を殺したりそして自分の命を自分が絶ったりそして体内にいる体児を自分が絶たしてしまったりそのようなことをどれほど大きい罪なのか悟らせてくださって感謝いたします。 神様が私たちを作ってくださって神様が備えてくださる人間工作の道を素直に順従順によって勝利するようにしてくださいイエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン平状で用意された同会長先生の癒しの祈りを受けます具合の悪いところや患いのあるところに手を当てて心の願いがある方胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように ハレルや全能の愛であられるる父なる神様この時間祈り受ける全ての生徒の上に安示してください。獅子への放送とインターネットと映像で祈り受ける地教会と資生殿全世界の神の子どもたちの上にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて否定的な思いと疑いの勢力。 あらゆる試練と観難も知り退けてください頭からつま先まで五条六腑骨の節々全身の神経組織細胞などご愛の悪いところは皆精霊の火で焼き尽くして初めの怒りで働いてくださいイエスキリストの皆によって命じる敵である悪魔サタンすべての病気病原菌や患いを下がれ光を望め孤児の病断病も精霊の火で焼き尽くして完全に癒してください マラリアなどあらゆる風土病も知り退けてください風、邪、咳、熱、疲れインフルエンザなどの流行性の病気も下がれどんな流行性の病気病原菌も入らないように守ってください。 肺がん、肺がん、肝臓がん乳がん、子宮癌、大腸がん、皮膚がんなど、あらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患と全ての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、中部関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、神経痛など、痛みはみな消えされ。 転換自閉症うつ病、躁うつ病、ノイロゼなど精神疾患も下がれすべての麻痺も解けて立ち上がり歩き走れ目もよく見えて耳もよく聞こえるようにしてくださいますように全く見えないものは見えて聞こえないものは聞こえて口の聞けないものはものを言いなさい事故の後遺症も完全に癒して折れた尾根もつけてくださいやけども完全に癒してください。 熱気を下がれ熱も下がれ土を傷跡もないように働いてください麻薬など薬物と毒物劇物の中毒も完全に癒されなさい死んだ神経と細胞が生き返って死んだ者も,も生き返らせてください身ごもりの祝福も与えてください身ごもりの祝福を受けよイエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔・サタン空中の権威を持つ支配者である悪い例どもよ下がれ その誓いたちも下がれこの地上の悪い霊、汚れた霊、偽りあざきの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれすべての悪の絆を解いて闇を下がれ光をのぞめ父のある神様主を呼び求めて祈れるように。 罪を捨てて清められるように強くしてください魂に幸いを得ているようにすべての天でも幸いをくださり家庭も福音化されますように一週間もあらゆる事故と災いから守って何をしても栄えるように祝福してください精霊の炎の壁で天の軍勢未知会と死の燃える炎のような恩命ですべての神の子供たちと家庭職場事業の場を守ってください 子供たちには知恵と悟りを加えて勉強もできる熱い心も増し加えてください心と思いをこのように奪われないように守ってくださり神様熱く愛するよう祝福してください神の子供たちが食べるにも飲むにも何をするにも神を神の栄光を表すように祝福してください 私は神様を見つけた、体験した、答えられた祝、祝福されたと明かしする口になるようお働きください。父なる神様、感謝します。栄光をお受けください。我らの主、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。